腹筋を鍛えたい方は今回のプランクウォークがおすすめです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの5回でしっかり腹筋に効くプランクウォークを紹介します。最大のメリットとしては、腹筋にしっかり効かすことができます。骨盤を後傾させることができるので、通常のプランクがお腹に効かないとか腰にくるとか腹筋が苦手、そういった方には今回のがおすすめです。負荷はですね、自分で調節ができますから、きついのが好きな方はですね、しっかり負荷を加えることができます。デメリットとしては、プランクの状態で動きますから、肘がね、床が硬いところで行うとちょっと痛かったりしますので、まあ、床が柔らかいとこ、マットの上などでやってください。で、動くことによって肩がね、少し疲れるかもしれません。止まっとくよりも、やはり動くことによって振動が少し肩に行きますから、肩がね、だるくなる方がいるかもしれません。ですが、腹筋にしっかり効きますので、一緒にやっていきましょう。では、入れ方を説明します。はい、通常のプランクはですね、骨盤が前傾していると腹筋に効きにくくて、後傾できていると腹筋に効かしやすいです。で、ここで膝をついて肘を前に出す、そして腰を丸める。そうすると結構腹筋には効くんですけども、体が上がらない人ももちろんいると思います。そこで今回は、膝ついて膝と肘をつけて、まずこっから腰が反れないように腰を丸めた状態から、肘で遠くまで進んでいきます。そして腰を丸めながら、また元の位置に帰ります。初めから最後までしっかり腰を丸めることによって、お腹が締まった状態でお腹が伸びていきますから、しっかりね、腹筋の収縮をすることができます。そこに体重がかかってますから、しっかり腹筋に効いた状態でグッグッという感じで腹筋を行う原理で効かしていくという感じになります。これを一緒に5回行っていきましょう。呼吸はできればここで一回吸って、動いている間は吐き続けてください。吐き続けながらお腹をどんどん収縮させてください。では、腰をまず丸めてからスタートです。いきます。ラスト。お疲れ様でした。いやー、聞きましたね。まだね、じっとしているプランクだったらお腹が収縮せずに固まってますから、だんだんお腹が疲れてくる感覚があると思うんですけども、今回収縮してますから、まあ、少しね、休まる時がある感じになりますんで、まあ、すごいお腹にね、効いたっていう感覚はないかもしれませんけども、しっかりね、腰を丸めてお腹を締めて息をしっかり吐くことで腹筋腹横筋に効いてます。頑張った方、勉強だった方、よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いいたします。SNS されている方は、ぜひぜひシェアもよろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。